古い時間表をめくってみた。どっか遠い旅に出たいものだと思う。真実のない東京に見切りをつけて、山か海かの自然な息を吸いに出たいものなり。私が青い時間表の地図から拾った土地は、日本海に面した直江津という小さい小港だった。ああ、海と港の旅情、こんなところへ行ってみたいと思う。これだけでも傷ついた私を慰めてくれるに違いない。だけど今時、慰めなんて言葉は必要じゃない。死んでは困る私、生きていても困る私、釈夫にでも何でもなって、お母さんたちが幸福になるような金が欲しいのだ。生実家、頑丈な血の多い体がいろんな野心を起こします。本当に金が欲しいのだ。夜、直江津の駅に着いた。土間の上に古びたまま立っているような港の駅なり、火の突き染めた駅の前の広場には水色に塗った板造りの西洋建ての旅館がある。その旅館の横を切って軒の出っ張ったすすけた町が見えている。嵐も酔いのしゅうしゅうとした潮風が強く吹いていて、あんなに憧れてきた私の港の夢はこっぱみじんに叩き壊されてしまった。こんなところも各自の生活で忙しそうだ。仕方がないので私は駅の前の旅館へ引き返す。ガラス戸にイカヤと書いてあった。開花の廊下では騒々しく小学生の修学旅行の群れが騒いでいた。洗面所で顔を洗っていると、俺はイワシをもういっぺん食べてえな。山国の小学生の男の子たちが魚の話を珍しげに話していた。私は2円の宿代を払って外へ散歩に出てみた。雲が低くかぶさっている。街を行く人たちは家々の深い庇の下を歩いている。芝居小屋の前を過ぎると長い木橋があった。海だろうか川なのだろうか、水の色がとても青すぎる。ぼんやり立って流れを見ていると、目の下を人海に混じって鳩の死んだのがまるで雲をちぎったように流れていっていた。旅空で鳩の流れていくのを見ている私、あ、何もこの世の中から求めるもののなくなってしまった今の私は、別に私のために心を痛めてくれる人もないのだと思うと、私はふっと鳩のように死ぬることを考えているのだ。何か非常に明るいものを感じる。木橋の上は荷車や人の足音でやかましくなっている。
静かに流れていく鳩の死んだのを見ていると、幸福だとか不幸だとか、もうあんなになってしまえば空の空だ、何もなくなってしまうのだと思った。だけど鳥のように美しい姿だといいんだが、浅ましい死体を晒すことを考えるとわびしくなってくる。駅のそばで団子を買った。この団子の名前は何と言うんですか？へえ、継続団子です。継続団子？団子が続いているからですか？海辺の人がなんて嫌な名前をつけるんでしょう。継続団子だなんて。駅の歪んだ待合所に腰をかけて白い継続団子を食べる。あんこ舐めてるとあんなにも死ぬることに明るさを感じていたことが馬鹿らしくなってきた。どんな田舎だって人は生活しているんだ。生きて働かなくてはいけないと思う。田舎だって山奥だって私の生きてゆける生活はあるはずだ。私のガラスのような感傷はもろく壊れやすい。田舎だの山奥だのそんなものはおとぎ話の世界だろう。すすけた駅のベンチで考えたことはやっぱり東京へ帰ることであった。私が死んでしまえば誰よりもお母さんが困るのだもの。低迷していた雲が切れると灰をかぶるような激しい雨が降ってきた。潮臭い旅客と肩を合わせながら、こんなところまで来た私の昨日の感傷を軽蔑してやりたくなった。昨夜の旅館の男衆がこっちを見ている。胃腸返しに言っているから釈夫かなんかとでも思っているのかもしれない。私も笑ってやる。長い余儀車に乗った。